今ねうちの家族がね栗きんとん作って栗きんとんで皮厚くむくんだよねさつまいもの皮をねでその皮はね、えー、もったいないんで俺こうやってふかしてさ皮だけふかして食べてたのねでまあ一つ動画のネタとして思いついたのがさつまいもとかじゃがいもっていうのは置いておけば置くほど甘くなるっていう話なんだけどれなぜかっていうとさつまいも このさつでんぷんが多く含まれてるけれどもこのでんぷんがさ糖分に変わるのね糖化って糖分の糖に化けるで糖化って言うんだけどまあここのね青森市内なんで寒いんで俺とさつまいもはあまり作らないからそう条件違ってプロではないんだけどもじゃがいもの場合は、えー、寒さに当たるとじゃがいも自体が凍るまいと凍ってなるものかと。 いうことで体内のデンプンを糖分に変えて身を守るのね。糖分、えー、糖分が濃度が上がることによって凍らなくなるんで、それを利用しているのがえー、ま雪室ジャガイモとかえー、っとねよく寝た芋っていうなんブランドあるんだよね。<laughs> 冷蔵庫で長く保存したり雪室、えー、雪で作ったまあ鎌倉みたいなもんだよね。その中に突っ込んで。 熟成させて2月今頃からね,、えー、っとね出荷し始めるんだでさつまいもはねあのー、さ南の食べ物だからねさつまいもはねえ温、ー、かいところのものって冷やすと腐るんだよねだからさつまいもの保存はさ,、あのー、さじゃがいもみたいに寒いとこに置いとけば甘くなるってもんじゃないんだけど温かいとこに置いとけば甘くなるんで やってみてみください買ってきてすぐ食べるんじゃなくて温、えー、かいところ例えばうちだと冷蔵庫の上とか、ね、高いところは温かいからそこに置いといたり冷蔵庫自体はまあ熱持つんで外に熱出すからそこの近くに置いといて、えー、透過させてから食べれますそうするとねさつまいもなんかだとすごいわかるんだけどもふかした後あの表面触るじゃん触ってこうやると火と引くんだよ甘みのさ さつまいもね触ってピローンって糸引くそのくらい甘くなるから、ね、美味しいからすごくさつまいもは冷蔵庫の上とかがおすすめ南だったら関係ないと思うけどね多分あったかいと思うから十何度十1 4ぐらいなるところがいいっていうからそれ以下になるとこだとまあ俺だと風邪ひくなんて喋るんで風邪ひいて腐ることを風邪ひくって言うんだけどだから気をつけて1 4度ぐらいを目安にさつまいもはでじゃがいもに戻るんだけどえー、っとね じゃがいもはうちの場合うちのじゃがいもはね、えー、マイナス10度でも凍らないんで倉庫にぶん投げてますもうコンテナに入れて箱に入れて、えー、または一番いいのはね米袋だね米袋は光当たらないから、えー、いいんだけどそのに入れて倉庫にぶん投げてるマイナス10度でも凍らない、まあ、これは栽培方法によるものだと思うんだけど普通のじゃがいもだったらマイナス10度でも凍っちゃうんで うちの無肥料無農薬のね自然農法のじゃがいもであれば全く凍らないんで倉庫にぶん投げてそれで甘くして出荷するってそうするとお客さんにと喜ばれるんで甘くて美味しいってホクホクして美味しいとホクホクんとネットはねっとりになるんだけどもそれでもホクホク甘くて美味しいってさ言うんだけどで今さらっと喋ったけどじゃがいも収穫したては甘みが薄くて、えー、ホクホクしてる。 じゃがいもになるんで,でそれが10日が進むとねっとりしてくるのねでんぷんが等分に変わることによって究極のあだとえー、っとね冷蔵庫でしっかり温度管理して1年間収穫して1年間だよ次の年だよに根を出さないまま保存することに成功するとものすごく甘くてさつまいもより甘くなるからじゃがいもってただこれはすごく難しいんで結構性能のいい冷蔵庫がないと難しいかなって プロの技だよねうちはそういう冷蔵庫持ってないんでできないんでやってないですけどでこの保存方法の肝となるのはやっぱ,やっぱり目を出さないことだねなんで糖化するかって言えば寒さから身を守るっても言ったんだけども糖を使って目出すらしいんでだから糖分が増えるってことは 目が出,出る準備が完了したってことなんでそれを出さないようにするってことでやっぱ温度を一定に低く保っておくとうちの場合自然に任せとくと、まあ、4月いっぱいまでかななんとか持つのはでそっから目出ちゃうと中の糖分どんどん使って、えー、目を大きく、ね、じゃがいもんから目で出るじゃない目糖分使っちゃうんで中波がスカスカになっちゃうんでこれはもう無理だねそうするとやっぱ冷蔵庫家庭用の冷蔵庫でもいいね で、あと最後まあ手軽にやるんであればじゃがいもは冷蔵庫で保,保存しとくのが甘くなるかなうんそれ夏冬関係なくねできるらしいんでただやっぱり自然の寒さにかなうものではないんでまあ月焼き場みたいなもんなんでやっぱりこの時期農家が貯めてるじゃがいもっていうのは美味しいんでね もし家庭菜やってる人がいたら秋にじゃがいも収穫するように植えてで冬越し年越ししてまあ1月下旬2月ぐらいに食べるっていうスタイルがいいかと思いますだいたいさ栽培に3ヶ月かかるから秋まあ10月ぐらいに収穫するとしてえー7月に植えるかそうするとうんうん7月だね7月に植えるで 休眠期間っていうのがあるんでそこから3ヶ月間でも寒さがあるんで、まあ、そこは大丈夫だな、うん、1月、うん、で1月2月ぐらいうんだから7月に植えてみてくださいで秋10月ぐらいにとって、えー、紙袋米袋がおすすめホームセンターであるから米袋に入れて一番寒いところに例えば車庫の隅っことか奥とか倉庫の奥とかに置いとけば甘くなって冬の 寒さで甘くなって美味しく食べれるんで一回試してみてくださいこれこれ美味しいんでねおすすめです